皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと。それでは始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の宏傑先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、日本は地震大国と言われていますよね。地震は概ねプレートの境界で起きます。日本付近にはこのようにプレートが4つもあって、それぞれ境界がありますから、たくさんの地震が起こるんです。そうなんですか。地震大国ですから、震度7が観測された最大クラスの地震もこのように全国各地で起きています。最近だと北海道ですか。そうですね。この地震では火力発電所が被害を受けて全土停電となったことも記憶されている方がいらっしゃると思います。本当に日頃から地震への備えが必要ですね。実際に被害に遭った場合、どういうことが考えられますか。やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。もう8時ぐらいからすごい日が強くて、僕はいいんですけど、スタッフの皆さんは大変なんじゃないかと心配しておりました。やっぱこうサッカー選手っていうのはこういう日差しが強かったり、はい、なんだかんだでもやっぱりやんなきゃいけないですもんね。まあ、この中で動いてましたからね、うん、学生時代は特にそうですけど、昼間からずっとやってましたし、体力無限でしたから今思えばよくやってたなっていう感じです。やっぱり CM だったりこう写真っていうんですか、でこうみんなからの反響がすごい大きくて、なんかこう地震保険っていうイメージが僕で大丈夫かなって最初思ってたんですけども、1年目させていただいて、みんなから あれかっこいいねとかいいねって言ってもらって、で2年目こうやって声をかけていただいて、なんかこうちょっと責任感が増したというか、1年目に増して、何かこうやらせていただきたいなっていう気持ちが非常に大きくなりました。やっぱりみんなよく見てるなっていう感じで、僕が思っているよりも皆さんの方がしっかりよく見てて、これがいいとかあれがいいとかたくさん反響いただきました。はい、各地によってその地震によるリスクだったりっていうのが あるので、そこをこう僕自身も理解しながらさせてもらったので、僕も気づきがありましたし、皆さんもきっとね、住んでいる方もおられると思いますけど、ご自身の出身地だったりっていうので気にかけていただけたらなと思います。僕長崎は、ビファーレン長崎の新しくできるスタジアムをこうちょっとこう取材で行かせていただいて、ちゃんぽんを主に食べたという思い出があります。ちゃんぽん美味しかったですね。でプライベートというか、吉田麻也選手が日本代表の出身地なので、ちょっとね遊びに行ったりもしたんですよ。非常に綺麗な街で、観光たくさんできるなと思いながら楽しかったですね。長崎沖縄は行っております。高校生の時ですね、確か大会があって初めて沖縄に行ったんですが、結局グラウンドの上にしかいないので、沖縄らしさというのはちょっとこうみんなで買い物に行った30分ぐらいですかね。でも海が綺麗で、みんなで砂浜と海にちょっとみんな入ったのが思い出としてあります。北海道は試合でももちろん行ってますし、チームの鹿島アントラーズのチームのみんなでこうお疲れ会みたいのを、皆さんでいう社員旅行ですかみたいので、行って、ジンギスカン食べて楽しかったですね。ジンギスカン何でも美味しいんですかね。僕もまた行きたいなと思いましたけど、北海道の皆さんもね、素敵なところですね。最後佐賀はいかがですか。佐賀、
俺この中で佐賀東という高校と練習試合をよくしておりました。何でもつながります僕は、はい、非常に強いチームで、高校サッカーではいわゆる名門と言われますかね、高校と練習試合させていただきましたし、行ったかなって感じですけど、とりあえず佐賀で思い浮かぶのは佐賀東高校です。今鳥栖駅のすぐ近くに佐賀の鳥栖のスタジアムがあるんですけどね。鳥栖、はいはいはい、ね俺行ったかな行ってないかなぐらいですね。多分行ってないかもしれない。不思議なもんで試合よりもちょっとドキドキしました、はい、バスに乗り込んでみんなと試合をしている方がリラックスしてました。緊張感ありますけど、やっぱり自分がプレーさせてもらった味の素スタジアムでこうね、ピッチ横に立たせてもらうのは非常に嬉しかったですし、まあ、スタッフさんの中にもスタジアム初めて来たっていう方もいらっしゃいましたし、ましてやピッチ横に立てるっていうのは嬉しいっていうスタッフさんすごい多かったんでね、こういったスタジアムを丸々借りてっていう撮影はなかなかできないですから、僕も非常に嬉しかったですね。いや僕はやっぱり今までワールドカップを目指して日の丸背負って戦わせてもらいましたけれど、今回はもう日本を素直に純粋に応援する気持ちで見させていただきたいなと思いますし、僕が今まで一緒に戦ってきた選手がこのワールドカップ多分おそらく出ると思いますので、そういった選手の気持ちも分かる分、ちょっとこう温かくというか全部全て出し切ってほしいなという思いですね。注目している選手は、一番仲いいんで吉田麻也選手とか、こう川島英二選手とか、長友さんもそうですね。どちらかというとこう地震保険っぽくちょっとこう守りを重視している選手たちが多いかもしれません、はい、僕自身もディフェンダーだったので、何かを守るっていう点では、みんな共通意識が、ね、ありながらプレーしてましたから、非常に楽しみです。やりました。学校、小学校でお箸ってありませんでした？昔押さない、走らない、喋らないだったかな。その3つを校長先生が、ね、よく今日は何分何秒かかりましたよみたいなのを聞きながらお箸を覚えてました。あとは防災頭巾をかぶってみんなでこうグラウンドに集合するみたいなのは、あれでも小学校の時って、真剣にはやりますけど普段と違うので非常に楽しかった思い出はあります、はい。やっぱり地震が来るとやっぱ家族ちょっとドキッとすることがあるので、地震に備えての食材の確保だったり、避難ルート、マンションだったり、僕こうやって、ね、取材いろんなとこ行きますけども、そこでどうやって逃げたらいいのかなとかっていうのはなんとなくこう僕がこういう仕事をさせてもらってから、気にするようになりました、はい、と同時に AED がどこにあるのかなとか僕も結構調べるようになりました、はい、おかげさまで、非常に大切なことだと思いますので、僕だけじゃなくてね、家族の命にも関わることですから、これからももう少しね、真剣にじゃないですけど、もっとちゃんと取り組んでい、きたいなと思っています、はい。僕自身地震の非常に大きな地震を受けたというか震災という記憶はないんですが、やっぱり僕はドイツのチームに行った時に、3.11 ですね、非常に大きな地震東北の方であったので、それのメッセージもユニフォーム書かせていただいて、たこともあります。やっぱそこが一番なんかこう自分の中では震災っていうと思い浮かぶことですよ、ね、はい、ドイツの方も非常に支援してくださいましたし、日本のみんなはやっぱりそこから学ぶことも多かったと思います、はい、やっぱり自分に何ができるのかなっていうのも考えますし、自分の力のなさも痛感しましたし、被災されたこともそうですし、被災されなかった方も何かこうね考えることがあったんじゃないかなというふうに思います。
まあ、僕は家族もいますし、周りの方の身を守るということも含めて、ぜひ皆さんに地震保険、少し考えていただきたいなというふうに思いますし、僕今日今年2年目の撮影がさせていただきましたけど、僕自身も非常に地震保険に対してしっかり考えるようになりましたので、皆さんもぜひ考えてみてはいかがでしょうか。はい、長崎の皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと、長崎編ということで始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の宏傑先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長崎といえばちゃんぽん、実は私大好きなんです。私もそうです。その長崎、地震リスクは全国的に見てもそれほど高くないように思うんですが、今後30年以内に震度5強以上の揺れに見舞われる確率という意味でその通りです。なるほど。ところが安全とは言い切れないんです。長崎とその周辺にはこのように活断層があります。またかつての福岡県西方沖地震のように、それまで存在が確認されていなかった活断層で大地震が起きて被害を及ぼすこともあります。長崎も決して安心ではない。長崎の歴史を振り返ってみても、大きな地震によって何度か被害を受けているんです。長崎も例外ではないんですね。お隣の熊本でも2016年に震災があるとはどなたも予想していなかったと思います。では今の長崎と同じ状況かも。日本は至る所に活断層があるので、全国どこでも地震が起きる可能性があるのです。実際に被害に遭った場合、どういうことが考えられますか？やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと、普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。沖縄の皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと、沖縄編ということで始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の宏傑先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄といえばシークワサージュース、先生どうですか？スポーツの後などスカッとしますね。その沖縄、地震のリスクが 48.8% と比較的高いようなんですが、今後30年以内に震度5強以上の揺れに見舞われる確率という意味でその通りです。なるほど。ですので安全とは決して言えません。沖縄はこのように広い面積を占める海域で大きな地震が起きています。また活断層もあります。沖縄も決して安心ではない。そして沖縄の歴史を振り返ってみても、大きな地震によって何度か被害を受けているんです。沖縄も例外ではないですね。はい。九州の熊本でも2016年に震災があるとはどなたも予想していなかったと思います。では今の沖縄と同じ状況かも。日本付近にはプレートが4つもあって、それぞれ境界がありますから、全国どこでも地震が起きる可能性があるのです。実際に被害に遭った場合、どういうことが考えられますか？やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと、普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。佐賀の皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと、佐賀編ということで始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の宏傑先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐賀といえば佐賀牛、食べると元気が出ますね。美味しいですもんね。その佐賀、地震のリスクが 41.2% と比較的高いようなんですが、今後30年以内に震度5強以上の揺れに見舞われる確率という意味でその通りです。なるほど。ですので
安全とは決して言えません。佐賀とその周辺にはこのように活断層があります。またかつての福岡県西方沖地震のようにそれまで存在が確認されていなかった活断層で大地震が起きて被害を及ぼすこともあります。佐賀は決して安心ではない。それに加えて佐賀は歴史を振り返ってみると大きな地震によって何度か被害を受けているんです。佐賀も例外ではないんですね。九州の熊本でも2016年に震災があるとはどなたも予想していなかったと思います。では今の佐賀と同じ状況かも。日本は至る所に活断層があるので全国どこでも地震が起きる可能性があるのです。実際に被害に遭った場合どういうことが考えられますか？やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。北海道の皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと、北海道編ということで始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の高潔先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北海道といえばジンギスカン美味しいですよね。学生時代の北海道旅行を思い出します。その北海道、地震リスクが全国的に見てもそれほど高くないように思えるんですが、今後30年以内に震度5強以上の揺れに見舞われる確率という意味でその通りです。なるほど。ところが安全とは言い切れないんです。北海道とその周辺はこのように活断層があります。それに北海道は歴史を振り返ってみても大きな地震によって何度か被害を受けているんです。この地震では火力発電所が被害を受けて全道停電となったことも記憶されている方がいらっしゃると思います。北海道も決して安心ではない。地震は概ねプレートの境界で起きます。日本付近にはこのようにプレートが4つもあってそれぞれ境界がありますからたくさんの地震が起こるんです。なるほど。それと北海道の千島海溝沿いで大きな地震があると言われているんです。北海道だって油断できませんね。実際に被害に遭った場合どういうことが考えられますか？やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。東京の皆さん、知ってるつもりで知らない地震のこと、東京編ということで始めていきます。今回は地震に詳しい慶応義塾大学大学院の高潔先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京といえばもんじゃ焼き、最高ですね。そうらしいですね。でも私は食べたことがないです。そうなんですか。その東京、地震リスクが全国的に見るとかなり高いようなんですが、今後30年以内に震度5強以上の揺れに見舞われる確率という意味でその通りです。なるほど。東京の地震危険度は高いです。東日本大震災では震源地は遠くても東京で大きな被害が出ました。記憶に新しいですね。東京では首都直下地震も予想されています。首都直下地震が起きると都内は震度6強や6弱になり多くの火災が発生します。実際に被害に遭った場合どういうことが考えられますか？やはり建物の修繕費や家財の買い替え、当面の生活費など経済的な負担が大きいことです。これだけ出費が多いと普段から備えておかないと厳しそうですね。地震保険の加入はかなり重要だと思います。地震による火災は火災保険では保証されませんしね。家族を守るためにも経済的な備えが必要ですね。その通りだと思います。
今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険、知ってるつもりで知らない地震保険。今日は実際に地震の被害に遭ってしまったら編です。被災時の公的支援やお金の備えに詳しいファイナンシャルプランナーの清水さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、地震で被災した場合、生活面ではどのようなことが起きるんでしょうか。はい、被災すると住まいや財産、仕事やコミュニティなど私たちを成立させている様々な柱が一気に失われる恐れがあります。生活を立て直すにはお金もかかりますよね。いろいろ出費がかさんでしまいそうですね。公的支援はありますが、自分で備えておくことも大切なんです。そこで有力な手段となるのが地震保険なんですね。地震は日本のどこでも起こりえます。多くの人はローンを組んで住まいを買いますよね、はい、返済中に被災するとローンが残ってしまうんです。新たな住まいの確保には費用も必要になりますから、その時地震保険からまとまったお金を受け取れれば生活再建が支えられますよね。自分でしっかり備えておくことが必要なんですね。新たな暮らしには建物のほか家財も必要ですよね。地震保険は家財を対象に加入することもできます。それは心強いですね。地震保険は火災保険とセットで加入します。すでに火災保険に入っている方は後からプラスして加入することもできますよ。なるほど、火災保険とセットで入るのが地震保険なんですね。清水さん、今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。いつ来てもおかしくない大地震に備えて、さあ守りを固めよう。地震保険。